ジャスティン・ガトリンは、ニューヨークシブルクリンク出身の短距離競争選手。テネシー大学卒業。ジャスティン・ガトリンアテネオリンピック100メートルの金メダリストである。2006年5月12日に100メートルで9秒77を出し、世界大記録を保持していたが、2001年と2006年の2回、ドーピング検査で陽性反応を示したため、抹消された。 2006年8月23日、米国反ドーピング機関は今後ドーピングに関する調査に協力することを条件に最長8年間の出場停止処分にしたと発表。2008年2月に処分は4年に短縮された。さらに、一度目に犯したとされるドーピングが注意欠陥障害の治療薬が原因であるため、ガトリンガーは一度目の件はドーピングには当たらないと主張していた。 その後、巣立った高校の男子陸上部のコーチをしていた。ドーピングの出場期間停止中、NFL の入団テストを受けたことがある。2010年7月下旬、ドーピングによる資格停止が解除され、同年8月3日、エストニアでの小規模な国際大会で復帰。100メートルに出場し、10秒24で優勝した。2012年6月24日。 全米オリンピックトライアルの100メートルに出場。9秒80で優勝し、同種目のオリンピック、米国代表に内定した。2012年8月5日、ロンドンオリンピック男子100メートル決勝で9秒79で自己新記録を更新し、銅メダルを獲得した。400メートルリレーでも銀メダルを獲得したが、体操ーのドーピング違反により後に剥奪された。 2013年8月11日、世界陸上モスクワ大会、男子100メートル決勝で9秒85で、銀メダル獲得。世界選手権のメダル獲得は8年ぶり。2014年5月31日、ダイヤモンドリーグ、友人大会で9秒76を記録し、優勝した。2014年9月5日に行われた、ダイヤモンドリーグにおける男子100メートル決勝にて、 自己ベストとなる9秒77を記録して優勝。2015年5月15日に行われたカタールスーパーグランプリ男子100メートル決勝では9秒74を記録し、33歳にして自己新記録を更新した。2017年8月5日、世界陸上ロンドン大会男子100メートル決勝で9秒92で優勝。 世界陸上では実に12年ぶりの金メダル獲得となった。2019年10月5日、世界陸上同派大会男子400メートルリレーにおいてに層を務め優勝に貢献した。100m リザルト、ブリーフォンテインクラシック IAAF.org。ありがとうございます。